今年の世界選手権にカナダは2人の選手を送ってきましたが、ストイコとサンデューが欠場になりまして若い2人が出てきました。そのうちの1人、19歳のバトルが登場しています。おなじみのスクリーンミュージックが流れています。今年の四大陸選手権で優勝、いきなり国際舞台で金メダルを取りました。トリプルフリップ、トリプルトーのジャンプ、高いジャンプですね。はい、いいジャンプでしたね、はい、これはムーブインザフィールドをやっておりますね。トリプルルッツです。綺麗でしたね、はい、4回転はまだありませんが非常にスピンの綺麗なジャンプを飛びます。そうですね、よくスケートが流れますよね。スースースーと綺麗に滑れますよね、はいはい、ランディングの後のトレースが非常に綺麗ですね、はい、フライングスピンですね。フライングスピンはフリーの中に一つ入れないといけないんですよ、はい、ステップです、はい、ストレートラインステップシークエンスですね、はい、よく音楽とマッチしてて観客を引きつけますね。トリプルトーループです。ジャンプがうまくいきますとこうして表情がパッと映えてまいります。ジャンプは非常に高さもあり、そして回転のスピードも非常にキレがあります。そうですね、パートでも非常に綺麗な流れを作っていきま す, そうです、ね、ムーブインザフィールドといって、はい、いろいろな動きをスパイラルとかイーグルとかを入れなくちゃいけないんですよ、はい、それあのフリーの要素の一つになっているんです。綺麗ですね、はい、バトルはフリーレッグが非常にスムーズで綺麗ですね。そうですね、はい、全身のバランスの良さを感じます19歳のバトル。これは2回転ダブルになってしまいましたね、はい、胴が滑ってしまう。反対のスピンをやってるんですよね今。反対のキャムですか、はいはい、そうだからコンサーすごく上手ですよ、うん、こっちが本来彼本来の方のスピンです。はい、これはレギュレーションの改変で、この辺りのスピンも非常にこうスタイルを工夫してますね。はい、スピンコンビネーション、いいスピンコンビネーションでしたね。なかなか息のいい
歯切れのいい演技を見せました。カナダの19歳ジェフリー・バトルの演技が終わりました。なかなかの出来だったですね。ジェフリー・バトル、フットワークもよく、そしてジャンプのこの高さも非常に素晴らしい演技を見せました。はい、これはトリプルフリップ、トリプルトーコンビネーションですね。はい、最初のコンビネーションですね。はい、しかし姿勢がとっても綺麗ですよね。そうですね、これは、はい、トリプルアクセルでした。はい、4回転はまだありませんが、3回転のジャンプでも十分引きつける魅力を持ってますね。はい、すごくプログラムもいいですし、はい、この笑顔が何とも言えない19歳です。得点が出ます。4回転がありませんので高い点はと思ってみましたら 5.7 が出ましたね。そうですね、はい、相対的にすごく綺麗なスケーティングで、はい、4回転こそはないんですが、他のエレメンツはとっても素晴らしいものがあるんで。そうでしたね、はい、今のところ予選の B 組20人の出場ですが、あ、プレゼンテーションが上がりましたね。はい、これでアメリカのゲーブルに次いでカナダの19歳バトルが2位に上がりました。3位はフランスのジュベールです。